アイテム番号 SCP-282JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-282JP はサイト81の金庫に不透明な袋に入れて厳重に保管します。この時 SCP-282JP 実霊はお互いが30cm以上の距離を保つようにします。金庫の解錠及び SCP-282JP へのアクセスはセキュリティクリアランスレベル4以上の職員3人以上の許可が必要です。実験を除き SCP-282JP のディスプレイ部を中止してはいけません。不注意に SCP-282JP の影響を受けた職員は即座にクラス A 記憶処理を施します。未収容の SCP-282JP 実霊はすぐに回収されなければなりません。説明。SCP-282JP は箱型の一つの面にディスプレイがついたデバイスです。財団では現在2例の SCP-282JP 実霊を収容しています。SCP-282JP 実霊にはそれぞれ異なる数字が刻印されており、それぞれ5と31です。このことからこれら以外に少なくとも他に29例の SCP-282JP 実霊が存在していることが予想され、調査が進められています。SCP-282JP を目視すると、通常、ディスプレイに記号化された表情が見えます。表情は音や接触などの外部からの刺激に対して反応し変化します。しかし変化には一貫性が見られず、知性や自我があるかどうかについては議論されています。SCP-282JP 実霊同士を近づけると、そのディスプレイに一般的に電波を表すようなギザギザの図形が表示されます。この表示はお互いの距離が30センチメートルに近づいてから、およそ3秒間継続し、その後は通常時と同じになります。その3秒の間にお互いを30センチメートルより離すと、ディスプレイは5秒間赤い地色になります。その後は通常時と同様に、表情を示します。長い時間 SCP-282JP 実霊同士が30センチメートル以内の距離にある場合、およそ13時間ごとにこの表示が繰り返されます。この表示の意味については現在調査中です。SCP-282JP のディスプレイを10秒以上中止した人間は SCP-282JP の影響を受けると考えられます。以下、影響を受けた人間を被験者と表記。写真などの間接的な観測では影響を受けることはありません。この影響は一度受ければ永続しますが、クラス A 記憶処理により免れることができます。SCP-282JP の影響を受けた直後から、被験者は SCP-282JP のディスプレイにある映像を見るようになります。被験者は SCP-282JP のディスプレイに様々な映像を観測します。映像のその時々により内容が異なること。さらに2人以上の被験者で観測した時、それぞれが同じ映像を見るとは限らないことが分かっています。この映像は影響を受けていない人間は観測することがないことが実験により分かっています。また、影響を受けている受けていないに関わらず、写真やビデオ中継、録画映像ではディスプレイは真っ黒に見えます。SCP-282JP の映像を見た人間は、自分が誰かから見られているようだと訴えます。この妄想は影響を受けた全員に必ず見られる共通の症状です。ついでテレビやモニター、窓ガラスや鏡、あるいは暗い穴や隙間などに視線を感じ、それを見たり、近づいたりすることに恐怖を覚えます。また、被験者によってはそれを排除しようとします。しかしながら今までに被験者から実際にそこに何かが見えるという報告はされていません。監視妄想は時間の経過とともに悪化することが分かっています。SCP-282JP に対してもわずかに嫌悪感を示しますが、しかし被験者は皆 SCP-282JP のディスプレイを見なければならないと訴え、それが叶わないと状況下では明らかに焦燥し、暴力的な手段を取ります。およそ1ヶ月後から、被験者は身の周りにある光を反射するようなものあるいは何かを映すようなものを極力排除し、
それができない場合は何らかの手段によって破壊しようとします。2ヶ月後には瞳に対して恐怖心を得て、写真やイラストなどにある目やそれに類似するものを塗りつぶしたり破いたりしようとします。そして3ヶ月後には他の人間の視線を極端に嫌うようになり、自ら人間を避けるかあるいは暴力的な手段によってその人間の目を潰そうとします。それ以上の症状の悪化については、罹患者が報告の拒否、自殺もしくは他殺のため詳細がわかっていません。2005年8月8日、2つの SCP-282JP 実例がサイト、8128に移送されました。この時点では SCP-282JP の異常性は明らかになっておらず、サイト、8128の多くの職員が影響を受けたと考えられています。これが口述の事件記録、胃における事件を招く結果になりました。これまで SCP-282JP のディスプレイに見えた映像として次のようなものが報告されています。サイト、8128のラウンジ、20分間。映像は一つの SCP-282JP 実例に映ったもので、その時間は別の SCP-282JP 実例がそのラウンジに置かれていた一般的な日本人家庭の今、3時間、家人が気づく様子なし、詳細未特定、博士の自室、24時間、森の中、5分、詳細未特定、前述の電波を表すような表示、3秒、助手が一つの SCP-282JP 実例に顔を近づけたとき、他の SCP-282JP 実例は近くにはなかった。50の人間が無表情でこちらを見ている映像。25分。29人がサイト。8128職員。10人が他の所属の財団職員と同定。他は詳細未特定。サイト。8173の監視カメラ3番と同じ映像。5時間。サイト。8128の 2F 男性用トイレ。9時間。詳細不明の映像。少なくとも3時間。観測した職員は吐き気や頭痛を訴える。助手を追う映像。1時間。撮影者から逃げているように見える。映像最後で、助手は撮影者にナイフで刺殺される。後に、助手の遺体を発見。実行犯と考えられる。博士は別の場所で自殺。オフィス用デスクの上にサイト。8128職員3名の生首。15分。該当する3名の職員は SCP-282JP の影響を受けておらず健康状態に問題なし。後に下記暴動により死亡。この後サイト、8128職員の大多数の要請により、SCP-282JP 実例はすべて2005年9月29日にサイト、81へ移送される。サイト、81の禁錮室。5時間。2005年10月21日に SCP-282JP 実例にアクセスした際の様子を天井からの視点で映している。SCP-282JP 実例2つ。50時間。記事写真と同じ。SCP-JP に関する情報。この件によりアクセスレベル引き上げ。また、SCP-282JP の影響を受けた人間の一部は、自分の視界が突然 SCP-282JP の映像と置き換わる現象を報告しています。事件記録。2005年11月2日にサイト8128にて職員による暴動が発生。緊急隔離された SCP 収容区画を除いて内部設備のほぼ全てが破壊されていたため詳細はわかっていません。ほぼ全ての遺体において目の周囲の損傷が激しかったものの、全員の身元の確認ができ、生存者は一人もいなかったことが分かっています。サイトの各所に描かれていた瞳を表すシンボルは、主に他職員を殺害し眼球周囲を破壊した複数人の職員の手によるものだと判明していますが、その意味は不明です。暴動の原因は直接的あるいは間接的に SCP-282JP にあると考えられています。サイト、8128は建て替えられ、現在では何の異常も発生していません。ご視聴
ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。